米国、レミントン社のタイプライターイタリア、オリベッティ社のリーネア88日本のブラザーのタイプライターメディアを再生する20世紀後半に一般的だったインクリボン式のタイプライターでウィキペディアという単語を印字する様子。キーボードを押すと、活字がインクリボンの上に叩きつけられ、インクが紙に残る。一文字ごとに大きな音がする。 タイプライターとは、文字盤を打鍵することで活字を紙に打ち付け、文字を印字する機械。筆記業務の高速化、各種原稿の清書といった目的で使用され、カーボン紙を挟んで、複数枚の紙に同時に印字することで文書の複写もできたことから、会社での事務や個人の文章作成など、幅広く使われた。タイプライターは一人の人によって一挙に、 実用レベルで発明されたわけではない。1700年代前半あたりから200年ほどもかけて多くの発明家がそれぞれの着想で素朴な試作品を制作したり先行する発明家とは独立的に他の発明家が全く別の方式のメカニズムを試みて特許を取得したりあるいは先行する発明家の品を概ね知りつつ改良のための 試作品を作る、あるいは機能を追加するための追加的なメカニズムを発明する、などということが、世界各地で数十回以上も繰り返されるうちに、ようやく商業ベースの製造ができるレベルにたどり着いた、という歴史を持つ。1700年代から1800年代前半頃まで、故障も定まっておらず、発明家ごとに、様々な名前で呼ばれていた。1865年、 デンマークのラスムス・マリング・ハンセンがハンセン・ライティング・ボールと呼ばれるものを発明し1870年に一応は製品として商業生産にした。ハンセンは1870年代から1880年代に紙を木製の箱の中の円筒に装着する方式のものの開発を続け数多くの改良を行い1873年の ウィーン万博と1878年のパリ万博に出品にし、賞を受賞した。一方、米国、ミルウォーキーのクリストファーレー・サムショールズらも1867年に、また、別の方式を発明し、特許を取得し、これを、デンスモアヨーストが12000ドルで買い取り、その方式での製造を、当時は、ミシン製造で知られていた会社である、 イーレミントンサンズに依頼し、ショールズグリデンタイプライターとして発売した。タイプライターという用語はこの時初めて使われるようになった。歴史なおタイプライターが普及する以前は、語り手が口述をし、書記や秘書などが聞き取って文字にして、一旦とりあえず文字にした内容をさらに後から、清書して完成させたり、あるいは著者が一旦手書きで原稿を作成し、 美しい文字を書ける書記や秘書などが丁寧に清書したり、あるいは書き手が美しい文字を書ける場合は、自身で下書きした原稿を見つつ、自分自身で清書した。活字で印字された本を作る場合は、活版印刷の職人が活字を並べて、活版を作成する必要があり、そうなるとちょっとした事業となり、相当な費用がかかった。また会議の議事録などは、 通常の筆記速度で間に合わないため、欧米では数々の速記法が考案され、初期や秘書とは別に速記者が独立した職業として確立していた。個人でも使用できるタイプライターが登場すると、著者自身だけでも活字文字による文章を作成できるようになった。それまで他人に聖書を依頼していた悪筆のもので、あっても読める原稿を直接作成できるようになり、 効率を上げたり、あるいは、作成費用を削減することができるようになった。また、速記法を習得しなくても口述筆記をかなりの速度で記述できるようになった。応文券のタイプライターでは、タッチタイピングが比較的容易にできるので、視覚障害者が文章を書く上で強力な助けにもなった。録音機が普及すると、録音した音を聞きながらタイプする。 テープ起こしも可能となった。これにより工術とタイプを同時に行う必要がなくなり、外注もできるなど自由度が増した。これを専門とするオーディオタイピストという職も登場した。タイプライターが普及すると、タイプライターで聖書を作成するタイピストと呼ばれる職業が誕生した。小規模の事務所や会社ではしばしば秘書がタイピストを兼任したが、 需要の増大に伴い専業のタイピストを養成する学校も登場した。20世紀中頃にはタイピストは秘書や交換手同様に女性の代表的な職業となり女性の社会進出に貢献した。特に秘書がタイプライターを扱えればタイピストを別に雇用する必要がなくなるため人々や組織は秘書にタイピング能力を求めるようになり タイピング速度の速さが先行基準の一つとなり、経歴書に、ワーズ、ミニットなどと書かれるようになったり、秘書の面接試験で実際に口述筆記をさせて、タイピング速度を直接確認するということが行われるようになった。個人で使用できるタイプライターが登場した後も、タイピングの速度や正確さではタイピストに劣るため、タイピストの需要は多かった。 推理小説家のイエス・ガードナーは、長編小説一作を数日で執筆できるほどの多作家であったが、自身のタイピング速度では着想に追いつかないため、タイピスト相手の口述筆記を試みた。だがこれでも速度に不満があり、老館をメディアとする、ディクタフォンに録音し、まとめて秘書にタイプさせるようにした。後に、これが、口述筆記の標準的スタイルとなった。 動作方式としては、手動式に加えて、電動式が登場し、さらにエレクトロニクス技術が進歩したことでメモリを内蔵した、電子式も加わった。持ち運び可能なケース付きや、速記専用など様々なタイプライターが開発された。また、日本語用の和文タイプライターも登場した。その後、 1980年代以降にエレクトロニクス技術の進展によりメモリや文章を表示できる液晶画面を備えた実用レベルのワードプロセッサが徐々に開発され画面上で文章の編集や修正をした上で印字できる機械がこの世に登場するとタイプライターの方の販売数に少しずつ響くようになりその後もワープロの印字の品質が改良され続けやがて追いつくと タイプライターの優位はなくなり、タイプライターの販売数は激減していった。その後、1990年代以降には、紙へ活字で印字することは、PC の画面上で、ワープロソフトで多数のページをまとめて作成しておいて、プリンターで一気にまとめて印字するやり方に移っていき、1990年代後半から2000年代初頭には、タイプライターは、店舗から消えていった。 タイプライターの基本動作アームと呼ばれる先端部に活字がついている部品が機構を介してキーに直結している。印字したい用紙をローラーにセットする。右のキーを謳歌するとテコの原理でアームの先の部分がインクリボンと呼ばれるインクを染み込ませた帯の上からローラーに固定された紙を瞬間的に叩きつける。その際、 アームの先端についている活字の形でインクが紙に染み込むため結果的に印字がなされる。謳歌したキーから指を離すとアームが元の位置に戻るのと同時に紙をセットしているローラー部分が活字1文字分左にずれる。このためいわゆるキータッチはコンピュータのキーボードに比べると大変重い。これを繰り返し印字部分がある。 程度右側に近づくと開業を促す意味で、チーンとベルが鳴り、利用者に知らせる仕組みになっている。打鍵したい単語が右側部分に収まりそうにないと判断した場合は、ローラー部分についている開業レバーを掴んで、印字位置を左側まで戻してやる。これを繰り返すことで、用紙を文字で埋めていく。アームの先端には2種類の活字が刻印されている。 大文字と小文字、あるいは数字と記号が刻まれているが、これらの印字の切り替えは、シフトキーを謳歌しながらタイプすることで実現する。アーム絡みを避けるために、一定のタイムラグを持って、活字を打つようにする機構が工夫された。やがて活字の打刻機構も工夫されることになり、IBM は1961年に発表した。 セレクトリックにゴルフボール様の部品の表面に活字が刻印されているタイプボールを搭載し、1978年にはデイジーホイールが開発され、その後の打刻機構の主流となる。改良や紙送り、打刻などの主要動作も手動から電動に置き換えられるようになっていった。1970年代頃から電動タイプライターの初機能に加えて、 本体にバッファメモリを備えるものが現れた。これにより、文字のセンタリング、アンダーライン、デシマルタブなどが容易に行えるようになった。これを電子タイプライターと言い,い、現在使われているものはほとんどこれである。なお、電子式では、開業動作はレバーではなく、開業キーを謳歌することで行う。オーブン電子タイプライターは後に、オーブンワードプロセッサーへと発展していく。 電子タイプライターの電子制御機構は後にコンピュータの入力機器として応用され従来のパンチカードや紙テープを駆逐してコンピュータの重要な入力機器となっていくメカニズム的に言うとオーブン用タイプライターは概ね似たようなメカニズムで実現されているという面はあるが一つ一つの言語ごとにキーボードの配列及び活字は異なっている アルファベットを用いる欧米の言語であっても、一つ一つの言語ごとに異なったキーボード配置や、独特のアクセント記号や特殊記号を配置したタイプライターがあると考えてよい。例えば英語用タイプライター、フランス語用タイプライター、スペイン語用タイプライター、ドイツ語用タイプライター。等々、様々なキーボード配置があり、欧米語の種類のタイプライターがある。 例えば似たアルファベットも含む英語用タイプライターとフランス語用タイプライターであってもアルファベットの配置が大きく異なる。英語用のタイプライターは通常クティ配列だがフランス語用タイプライターは通常アザーティ配列でありドイツ語用は通常クオーツ配列である。言語ごとの特殊なアクセント記号や特殊記号が印字できなければならない。例えば フランス語用では、例えば、パティスリーのアーという文字を印字するために、A の上に上向きに尖った記号を印字できなければならないし、ノエルを印字するために、E の上にトレマと呼ばれる点が2つの記号が印字できなければならない。例えば、スペイン語用タイプライターでは、逆さのクエスチョンマークを印字できなければならない。といった具合である。さらに、 ロシア語用タイプライターでは、活字がキリル文字であるし、ギリシア語用タイプライターは、活字がギリシア文字ばかりである。日本語は、文字の数が、桁違いに多く、カタカナだけを印字するだけでも、すでにインオー語のアルファベットと比べて、文字の数がかなり多いが、さらに漢字まで打てるタイプになると数千種類の文字を印字する必要があり、オーブンのタイプライターとは、 相当に異なったメカニズムとなっている。標準タイプライターの版面と使用紙を示す初期のタイプライターシャーロック、ホームズ博物館所蔵タイプライターは一人の人間が発明したわけではない。自動車、電話、電信などと同様、多くの人々が発明や改良に関わり、結果として経済的に成り立つ装置が生まれた。実際、 ある歴史家はタイプライターはおおよそ52回発明し直され少しずつ使えるものになってきたとしている。1714年イギリスのヘンリー・ミルはタイプライターのような機械について特許を取得しているが詳細は不明である。他の初期のタイプライター開発者としてはカーボニ氏を発明したイタリア人ペレグリーノ・トゥリなどがいる。これら初期の機械は 文字を書けない人々のために考案された。1829年、ウィリアム・オース・チンバートが特許を取得したタイプオグラファーと呼ばれる機械も他の数多くの初期の機械と同様世界書のタイプライターとされている。ロンドンのサイエンスミュージアムではタイプライターの機構として文書が残っている発明として世界書だとしているが、 そういう意味では、トゥリの発明も文書が残っているし、バートよりも古い。発明者自身が使っても、その機械は、手書きより遅かった。バートと支援者のジョン・ディ・シェルドンは特許を買い取ってくれる、人を見つけられず、バートのタイプライターが発売されることはなかった。その機械はキーではなく、ダイヤルで文字を選んでいたため、キーボードタイプライターではなく、 インデックスタイプライターと呼ばれたが、それがタイプライターと呼ぶにふさわしいものかどうかについては、議論の余地がある。19世紀中頃、ビジネスの通信文書が増えてきた頃から、文章を書くプロセスを機械化する需要が高まってきた。速記や電信では1分間に1 3 5程度を書き記すことができるが、普通にペンを使って文章を書くと1分間に3 5程度が、 限界だった。1829年から1870年にかけて、欧米では、印刷機械やタイピング機械で、いくつも、特許取得されているが、いずれも、商業的な生産には結びつかなかった。チャールズ・サーバーは、1843年に、盲人のためのタイプライター、1845年には、諸行のためのタイプライターの特許を取得した。 1855年、イタリアのジュゼッペ・ラビッツァワー、チェンバロ・スクリバの、オーマキナダ・スクリーバレー・エーテイスティと呼ばれるタイプライターの原型を開発した。使っている人がタイプした文字をその場で見ることができる点が目新しかった。1861年、ブラジルの神父フランシスコ・ジオ・デ・アゼベートは、木やナイフといった手近の材料や道具で、 自分用のタイプライターを作った。同年、ブラジル皇帝ペドロ一世は、この発明を称えて、金メダルを授与した。ブラジルでは、フランシスコ・ジュオ・デ・アゼベートが、タイプライターの発明者とされており、そのことが、これまでも、論争の種となってきた。1865年、アメリカのジョン・プラットがテロタイプという機械を作り、 それが1867年のサイエンティフィックアメリカン誌に掲載され、他の発明家を刺激した。1864年から1867年の間に、南ティロル出身の大工、ピーター・ミーターホーファーがいくつかのタイプライターを作り、1867年に作ったものは完全に動作した。ハンセンのライティングボール1865年。 デンマークのラスムス・マリング・ハンセンがハンセンライティング・ボールと呼ばれるものを発明した。これが1870年に製品として商業生産されタイプライターとして初めて販売された。これはヨーロッパでは成功を収めロンドンのオフィスなどで20世紀初め頃まで使われていた。一部の機種では紙を置いた台を開業の際に戻す動作をそれの移動。 使って実現していた。このため、彼を、電動式タイプライターの発明者とすることもある。マリング・ハンセンの娘が書いた本ハバム ER、スクリボカグレンズオーパスファインダー、によれば、1865年、マリング・ハンセンが、キーボード部分を統制にした、試作機で、キーの配置を変えることでより早く書けることを発見した。ライティングボールは、半球の上に、 いくつもピストン状のものがあって、そこに文字が書いてあり、それを押し込むと、反対側にある紙にその文字を印字するようになっていた。この機構と、指の配置を考慮して、文字を配置することで最高速度で文章をタイプ、できるようになり、それによって、手書きよりも高速に書ける、最初のタイプライターとなった。マーリング・ハンセンは1870年代から1880年代に、 開発を続け数多くの改良を行ったが、基本的な機構はそのままだった。1870年の最初の機種では、紙は木製の箱の中の円筒に装着されていた。1874年の機種では、円筒の代わりに、キャリッジが使われるようになった。1875年の機種は初めて電気がなくても、使えるものとなった。 マリング・ハンセンは1873年のウィーン万博と1878年のパリ万博に出品し、どちらでも賞を受賞している。商業的に成功を収めた最初のタイプライターは、ミルウォーキーのクリストファー・レー・サム・ショールズらが1867年に発明したものだが、ショールズ自身はこの機械が気に入らず、推奨することさえ断っている。 その特許は、デンスモアヨーストが1枚2000ドルで買い取り、イーレミントンサンズに製造を依頼し、ショールズグリドンタイプライターとして発売した。タイプライターという用語はこの時初めて生まれた。レミントンのタイプライター生産は1873年3月1日に開始された。キー配列はクティであり、それがこの機械が商業的に成功した原因だった。 そして、クティー配列は他の業者にも徐々に採用されていった。このタイプライターは水平な紙に対して下から上にタイプアームが打ち付けて印字するようになっていたため、タイピングしている人からは印字された文字を確認できなかった。初期のキーボードタイプライターでは印字したものが見えないという問題がよくあり、キャリッジリターンで紙がスクロールされて、 初めて印字した項が見えるようになっていた。このような配置にしないと打った後のタイプアームが元の位置に戻ることを保証できなかったためである。その後、巧妙な機械設計によって印字した文字が即座に見えるようなタイプライターが登場し、ビジブルタイプライターズと呼ばれた。例えば1895年のオリベッティ製のタイプライターなどがある。印字が見えない。 古い形のタイプライターは1915年頃まで生産されていた。6つのキーを同時に謳歌したためにタイプアームが絡んでしまった状態1910年までに手動または機械式のタイプライターの設計は一種の標準化された状態に至った。製造業者によって細かい差異はあるものの各キーにアームがつながっていてその先端に 活字部分があるという基本構造は、ほとんどのタイプライターで同じである。正確な位置に文字を印字するため、アームはインクリボンに向かうまでその動く方向を誘導される。キーを強く打つと、円筒状のプラテンの前に貼られたインクリボンに対応するアームが当たる。紙はプラテンの周りに巻き付けてあり、キャリッジリターンバーを操作することで次の行の位置に、 回転し、行の先頭位置に印字できる位置に設定される。シフトキーの発明は重要である。このキーには、アーム群を保持しているバスケットを動かすことで、物理的にアームが打ち付ける位置をシフトさせる、バスケットシフト式と、キャリッジ側を動かすようにする、キャリッジシフト式があった。すなわち、アームの先端に2種類の活字があって、シフトキーによって異なる文字が印字できる。 このため、キーの数を半分にできる。シフトキーの発明によって、タイプライターの機構が簡略化され、製造コストが劇的に低減され、タイピストの操作も単純化された。この双方の要因によって、シフトキーはすぐさま各社に採用されていった。一部機種では、ダブルシフト方式が採用され、各キーに3種類の文字を対応させることができた。 シフトキーは通常のキーよりも動かす機構が大きく謳歌するのに強い力を必要としたがキーボードの外側にあるためシフトキーを謳歌するのは通常小指の役目だった。シフトキーを押しながら3つも4つも文字を打つのは至難の号だった。そこでシフトロックキーが考案された。キャプシュロックとは異なりシフトロックは2つのキーで行う。シフトキーを謳歌しつつ シフトロックキーを謳歌すると、単純なロック機構が作用して、シフト状態がロックされる。アンロックするには、シフトキーだけを謳歌する。20世紀初頭、ノイズレスと名付けられ、静かだと宣伝されたタイプライターが登場した。これは、ウェリントン・パーカー・キダーが開発し、最初の機種は1917年に、ノイズレスタイプライター・カンパニーが発売した。 その後契約が結ばれ、1924年には、レミントン、1929年にはアンダーウッドが、同様の機種を発売している。しかし、消費者は、タイプライターの創造しいい音が好きだったらしく、この系統のタイプライターは成功しなかった。もちろん、宣伝されたほど静かではなかったという方が正しいかも、しれない。通常のタイプライターでは、アームは、 インクリボンと紙に衝突することで減速する。ノイズレスとされたタイプライターは複雑な機構でアームを減速させてからインクリボンと紙に若干遅い速度で押し付ける。こうすることでタイプライターの騒音の高周波成分は確かに低減されたが逆に低周波成分が強調される結果となり広告にあるように あなたのデスクから数フィートの場所で使っても何も聞こえないということはありえなかった。電動タイプライターが広く使われるようになるのは一世紀近く後のことだが、その基本は1870年にトーマス・エジソンが発明したユニバーサル・ストック・チッカーにある。この装置は電信の受信内容を紙テープに文字や数字の形で印字するものである。 最初の電動式タイプライターは1902年、スタンフォードのブリキネスダーファーマニュファクチャリングカンパニーが製造した。手動式の同社のタイプライターと同様、タイプアームではなく円筒形のタイプホイールを使っていた。しかし、当時電力系統がまだ標準化されておらず、都市によって交流だったり直流だったりしたため、この電動式は商業的には成功しなかった。 1909年、チャールズ・クラムとハワード・クラムは、初の実用的なテレタイプ装置の特許を申請した。こちらもタイプアームではなく、タイプホイールを使っていた。どちらも目新しさはあったが、商売には結びつかなかった。カンザスシティのジェームズ・フィールズ・スマザーズは1914年、世界初の実用的な電動式タイプライターを発明したとされている。 1920年、軍隊勤務を終えて戻ると、販売可能な機種を生み出し、1923年に、ノースイーストエレクトリックカンパニーをブロチェスターに、製品の開発を依頼した。同社は、新たなモーターの市場を模索していたため、スマザーズのデザインを、さらに進歩させ、タイプライター製造業者に売り込める形にした。そして1925年、レミントンが、 ノースイーストのモーターを使った電動タイプライターを発売した。2500台の電動タイプライターを生産した後、ノースイーストはレミントンに今後の製造契約を結ぶよう頼んだ。しかしその頃レミントンは大きな合併が進行しており、レミントンランドへと改装された。新たな経営陣はナロスイーストとの契約を望まなかったため、ノースイーストは自前で、 タイプライター生産に乗り出し、1929年に最初の機種を発売した。1928年、ゼネラルモーターズの参加にあった、デルコエレクトロニクスがノースイーストを買収し、タイプライター事業は、エレクトロマティックタイプライターズ、インクとしてスピンオフされた。1933年に、IBM がこれを買収し、100万ドルかけて、 電動タイプライターの再設計を行い、1935年に IBM エレクトリックタイプライターモデル01を発売した。1958年まで IBM の売上げの8%は電動タイプライターによるものだった。電動タイプライターはキーとインジ機構の直接的な機械的接続を不要とした。電子式タイプライターとは異なり、 電動タイプライターの電気的部品はモーターだけである。従来のタイプライターではキーオーカが直接タイプアームを動かしていたが電動タイプライターではタイプアーム部分をモーターで駆動するようになった。IBM セレクトリック2セレクトリック2のラテン文字、ヘブライ文字対応のタイプボール IBM とレミントンランドの電動タイプライターが しばらくの間アメリカ市場をリードしていたが、1961年、IBM が IBM セレクトリックタイプライターを発売した。これはタイプアームではなくタイプボールと呼ばれる部品を使っている。タイプボールはゴルフボールを若干大きくした形状で、その表面に活字が並んでいる。セレクトリックはラッチや金属テープや滑車を使いタイプボールを回転させて、 適切な活字が印字位置に来るようにし、それをインクリボンとプラテンに打ち付ける。また、従来は紙を装着したプラテンの側が一文字印字するごとに横にずれていたが、セレクトリックではタイプボールの方が左右に移動するようになった。この方式には様々な利点がある。特に複数のキーを同時に謳歌した時タイプアームが絡まるという問題が起きなくなった。 また、一つの文書に複数種類の字体を使えるようになった。この機構は1960年代のコンピュータ端末にも広く採用された。これには次のような利点があった。セレクトリックを採用したコンピュータ端末として、IBM2741 端末などがある。また、IBM システム360のコンソールにも同様の機構が使われた。 これらは通常のタイプライターよりも機構の耐久性を高めている。IBM はまたレミントンに比べて学校への売り込みを重視していた。これは生徒たちが IBM のタイプライターで学べば将来社会人になった時に IBM のタイプライターを選んでくれるだろうとの思惑があった。その後、IBM はインクリボンを透明なプラスチックの薄膜のリボンに 乾いた粉末を塗布したものに転換した。これは繰り返し使えないが、IBM はさらにカートリッジ式にして、交換を容易にした。その副次効果として、使用済みリボンからタイプした内容が容易に読み取れるという問題が生じ、機密文書での使用には問題があった。コンポーザーの出力結果、タイプボールを変えることで、ローマン体、ボールド体、 イタリック体が使える。このために考案されたのが、コレクティングセレクトリックスである。これは、リボンの前に拭き取り用テープを置き、印字済み部分に残った塗料粉末を拭き取って、どういう文字を印字したのかわからなくするものである。また、この機種では、文字の間隔をタイピングの途中でも変更可能だった。ただし、セレクトリックはいずれも等幅であり、 大文字の W からピリオドまで同じ幅で印字されていた。プロポーショナルな印字の可能なタイプアームを使った IBM エグゼクティブもあったが、プロポーショナルでないセレクトリックの方がよく売れていた。実は他にも2機種、プロポーショナル印字が可能なものがあった。一つは、セレクトリックコンポーザーで、これは右端の余白を調整できるなど、 タイプライターというよりも組版機械の趣がある。もう一つは、もっと安価な IBM エレクトロニックタイプライター50で、こちらは余白調整はできない。1970年頃までにオフセット印刷が活版印刷に変わって使われ始め、コンポーザーは組版システムの出力装置として使われるようになった。この場合コンピュータを使って、 キーストローク入力を磁気テープに記録し、そこにオペレーターがフォーマット用コマンドを挿入し、その磁気テープをコンポーザーに読み込ませて、印字出力を得て、それを写真複製の原版とする。IBM による改良の一部は、後に競合他社がより安価な機種で採用した。例えば1970年代のスミスコロナの電動タイプライターは、 交換用イナインクリボンカートリッジを各種取り揃えていた。同じ頃、副写機の進歩によってカーボンコピーが徐々に不要になっていった。電子式タイプライターマイナスタイプライターの進歩の最終段階。カノンタイプスター110時のタイプライターの進化は電子式である。電子式になってタイプボールから金属またはプラスチック製のデイジーホイール機構が主流となった。 デイジーホイールは円盤状で花びらのような形状の先端に活字が並んでいる。プラスチック製、デイジーホイールは金属製より単純で安価だが摩耗しやすい。一部の電子式タイプライターはメモリを内蔵し、外部記憶媒体として磁気カードや磁気ディスケットを使え、一種のワードプロセッサと基本的に同じである。セレクトリックや 他の従来機種と異なり、電子式は集積回路を使い複数の電子機械部品を使っている。中にはディスプレイタイプライターと呼ばれるものやワードプロセッシングタイプライターと呼ばれるものがあり、特に後者はディスプレイが一行しか表示できない小型の機種を指すことが多い。1990年、売り上げが低下したため IBM はタイプライター部門をレックスマークに売却した。 タイプライターとワードプロセッサにとって1970年代から1980年代、はじめは変化の時だった。その頃、小企業のオフィスは古いスタイルで、大企業や政府機関のオフィスは新しいスタイルになっていた。事務職員は数年の間に次々と導入される新システムを学ばなければならなかった。そのような急激な変化は今も続いているが、 常にそうだったわけではない。実際、タイプライター自体は1980年代以降、ほとんど変化していない。クティー配列の手動式タイプライター現在の、コンピュータのキーボードのキーの位置が、項ごとに少しずつずれているのは、手動式タイプライターの名残である。1874年のショールズらのタイプライターで、クティ配列が確立した。ショールズが、 仲間と共にタイプライターを開発しているとき、様々なキー配列を試したと思われるが、それについての文書はほとんど残っていない。クティ配列のホームポジションの行にはほぼアルファベット順の並びがあることから、出発点はアルファベット順のキー配置だったと考えられている。クティ配列は、英語用タイプライターやコンピュータ用キーボードのデファクトスタンダードとなった。 ラテン文字を使用している他の言語は、クティ配列をアレンジしたものを使う場合がある。例えば、フランス語のアザーティ配列、イタリア語のクザーティ配列、ポルトガル語のハシザー配列、ドイツ語のクオーツ配列などである。さらなる効率を求め、ドボルザーク配列のような全く異なる配列も提案されてきたが、クティ配列を代替するには至っていない。クティ配列は、 英語によく出てくる単語でも複数の行を打つ必要があり考えられる最高の効率的配列というわけではない。手動式タイプライターでは活字アームが完全に戻ってから次のキーを打たないとアームが互いに絡み合って故障する。試し打ちが可能な状態で展示されているタイプライターは素人が打つことによってほぼ例外なくこの症状を起こしている。 現在の最も一般的なキーボード配列であるクティ配列に関する講説で打鍵速度を落として故障を防ぐために考え出された配列だと言われることがある。また他の講説にはタイプライターのセールスマンが顧客に対して簡単に美しくタイプライターという単語の打鍵を披露できるようにしたものだとも言われる。クティ配列の最もそれらしい説明としては 続けて打つことが多い文字のアームを遠くに離すことで、内部の機械の故障を起こしにくくしたという説がある。これらの考説に対し、京都大学の安岡光一と京都外国語大学の安岡元子は、キーボード配列クティの謎40から41.162ページにおいて、英語の連続する2文字で、最も頻度が高いのは、素であるにもかかわらず、T と H は、 t クティ配列では、離れていない、英語の連続する二文字のうち、最も使用頻度が高い、スに関しては、確かに、ショールズグリデンタイプライターにおいて、T と H の活字棒はほぼ対角線上に位置している。しかし、その次に使用頻度が高い、ER、理に関しては、活字棒はほとんど隣り合わせに配置されている。当時の商標は、ショールズ グリドンタイプライターなのに、ショールズもグリドンも一つの段で打つことはできない。タイプライターにしてもハイフンを含んでおり、ハイフンが同じ段にない以上、この説はナンセンスと言わざるを得ないと反論している。しかし、D と H のタイプバーの距離に関しての問題に、キーボード上でのキーの距離を持ち出すことや、当時の実機の名板には、タイプライターの文字だけ独立して、ショールズや、 グリドンとは別に記載されていること。また、タイプとライターの文字の間にハイフンを含んでいないことは考慮されていない。クティ配列が生まれた経緯についての決定的資料は見つかっていないので、これからもタイプライター愛好者の論争は続く。スワンジュ製の中国語タイプライター。2450個のキーがある。和文タイプライター、古いタイプライターでは内部機構の簡易化。 コストダウンのため、特定のキーが省かれているものがある。この場合、字体の似た、他の字を代用として当てて打鍵する。例として、数字の、1を小文字の、L 同じく数字の、0を大文字の、O で代用する、などである。また、バックスペースを使い、二つの文字を、同じ位置に印字して、キーが存在しない文字を印字する手法も存在した。また、 スペースバーを謳歌したままにすると、文字送りがされず、同じ位置に、複数の文字を打てる機構も存在した。ラテン文字以外のキーボード配列では、クティは、全く関係ない。ロシアのキリル文字のキー配列では、ロシア語によくある文字の並び、楽器配列上を並んでいる。このため3本の指をローリングさせるように動かすことで、打てる。 中国語や日本語などの東アジア言語用のタイプライターには数千の文字を打つ機構が必要である。これらの操作は簡単ではないが、1980年代にワードプロセッサが登場するまで、プロのタイピストがそういったタイプライターを操作していた。日本では、オーブンタイプライターは日本語の印字ができないこともあり、オーブンビジネス文章を頻繁に作成する。 事業所以外では用いられなかった。カタカナの印字を可能にしたカナタイプライターも存在したが、ひらがなや漢字の印字には対応せず、和文タイプライターはその入力文字種の多さ、入力の煩雑さからあまり普及しなかった。文章作成装置が一般家庭をも含めた国民一般に広まるのは1970年代終わりにオーブンワードプロセッサの機能に カナかん変換機能を加えた日本語ワードプロセッサが登場してからとなる。タイプライター関連の用語は現代でも使われているものがある。以下に例を示す。ウィリアム・フォークナーの書斎にある彼が使っていたアンダーウッド製ユニバーサルポータブル。フォークナーの家だったローアンオークはミシシッピ大学が博物館として保存している。当初は事務用機器であったが、 個人用タイプライターの登場により、作家なども使うようになった。哲学者、フリードリヒ・ニーチェは、変頭痛と失明の初期症状への対策として、タイプライターを使った。マーク・トウェインは、自伝の中で、トム・ソーヤーの冒険の出版社に渡した原稿は、タイプライターで打ったもので、自身をタイプライターを使った、世界初の作家と称している。しかし、タイプライター収集家で、 歴史家のダリール・レアは、トウェインの記憶が間違っているとし、タイプライター原稿を出版社に送ったのは、ミシシッピの生活が最初だと指摘している。ヘンリー・ジェームズは、口述してタイピストにタイピングさせていた。E.E.、E. カミングスは、タイプライターの指摘効果を狙い、意図的に使った最初の詩人である。ウィリアム・エス・バローズの小説についてのザ・ニューヨーカーの書評によると、 彼がソフトタイプライターと呼ぶ機会は我々の生活を書き、本を書き、実在させるという信念がしばしば小説に現れている。裸のランチの映画版では彼のタイプライターは生きていて虫のような姿をしており彼に本を読み聞かせる。このソフトタイプライターに着想を得た映画として主人公は僕だったもある。 アーネスト・ヘミングウェイは立った状態でタイプライターを使って本を執筆した。彼の使っていたロイヤル社製タイプライターは晩年を過ごしたハバナのフィンカビジアに保存されている。ジャック・ケルワックは1分間に100号を打てるほどタイピングが早く、路上を打つ際にもロール状の紙を使い、紙の入れ替えでタイピングが中断されないようにしていた。 中には36メートルにも及ぶものもあった。この紙は、食器棚に置く棚紙だという説、ファックス用のロール紙という説、製図用の紙を貼り合わせたものだという説がある。同時代のダイピングの早い作家としては、リチャード・ブローディガンがいる。彼は、前もって詳細に、プロットを考え、1分間に95から105の速度でそれをタイプしたと語っている。 トム・ロビンズは、スティル・ライフ・ウィズ・ウッド・ペッカーを書くためにタイプライターを購入したが、それが詩を書く道具としては、複雑すぎ、冷淡すぎると感じて、タイプライターを捨てた。レナード・コーエンは小説、嘆きの壁を書き上げた後、タイプライターを英画界に捨てたと言われている。ウィリアム・ギブスンは、機械式タイプライターで、ニューロマンサーを書き上げ、 カウントゼロの途中まで同じタイプライターで書いていたが故障して部品が手に入らないという事態が発生し仕方なくアップル枠に乗り換えた。セオドア・カジンスキーはいわゆるユナボマーマニフェストを機械式タイプライターで書いた。実用品としてはすでにワードプロセッサにとって買われたが現代では骨董的な価値が見出され収集家も多数存在する。 俳優のトム・ハンクスはタイプライターの収集を趣味としており、新型コロナウイルス感染症により隔離対象となった際にはスミスコロナのタイプライターを持参した。タイプライターの製造元と機種を特定することは法科学における文書鑑定の一部である。機械部品の交差により、個々のタイプライターには文字ごとに位置がずれたり、かすれたりといった指紋のような差異が生じる。 それを利用してタイプされた文書がどのタイプライターで撃たれたものかを鑑定することが可能である。インクリボンも同様に解析可能である。レオポルドとローブの事件やアルジャーヒスの事件でタイプライターの分析が行われた。東側諸国ではタイプライターは統制されたテクノロジーで秘密警察が個々のタイプライターとその所有者を把握していた。 ソビエト連邦ではタイプライターは KGB 配下のファーストデパートメントの管轄だった。これは反体制者や地下出版社にとっては大きな危険をもたらした。丸前製の電動タイプライター。ありがとうございます。